小指と薬指の特性に,かについてて考えてみたいであも僕もですけど多分みんなそうですよねあの指回らなくてこう、うんうん、こってきうあ動かない思ったより動かないって思,う思いますよね。で練習してできるようになって最初すごい力入ってるけど練習してるうちにだんだん力が抜けて、まあ、なんとなく中途半端な力が入ってでまあまあ抜けてなんだけど。 コンクールとか演奏家の本番で緊張して思ってる力が入るみたいなそんなことを僕も繰り返しているんですけど多分皆さんもそうでしょうでそこでねちょっと考えたいのはね指の特性小指と薬指って実はすごい回らなくてコントロールしにくいと思ってますよね。なんだけどそもそもこの小指と薬指っていうのは動くためにあるんじゃないんです何を言ってるかというとです例えばある程度の重さのあるものをねちょっと持ってみてねこれ。 これをこう,持つでしょこう持ち上げる時イメージしてこれ別にお酒の瓶じゃなくていいんですよ1 0キロの米だわれでもいいんですけど、はい、これ持ち上げる時に小指と薬指力入ってますよねでほとんど中指と人差し指を支えているだけですよよくやってみてほらだからじゃあもっと言うならね薬指と小指を離して持ってみて大変だからこれ中指となほとんど中指でしか持てないでしょ 中指って力が入らないんですよこれでね大きな指を持ち上げようと思っても持ち上がらないんですやっぱり指を持ち上げるときにはね薬指と小指をねグッと下にでここを中心に上に持ち上げる要は一番力が入る指なんですだから一番指が回らないくせにひとたびキーを押さえたときには一番力が入るあのそこをあの 分分かって練習すするといいです多分それが分からないまま一生やると多分相当疲れるし指も早く動かなくてですねなおかつしょっちゅう担保が破れる痛むずれるのでトータルの人生でかけるあの修理代とメンテナンスお金も相当なもんですしなんだったらこういうとこガタがきますよね何年も使ってるとね。なので恋人薬指は動きにくいけれどもひとたび動いたらすごく力が入るんだと。 いうことを意識してですね、えー、なるべく力が入らないこと要は掴んでキーをつかんで下ろすことよりもつかんだキーを離すことの方がはるかに難しいということに、えー、気が付いてですね、えー どうかその小指と薬指に関連する指を動かすときには指を下ろす方に人間集中しがちなんですけどそうではなく話す方の方により集中をしてみてください結果はもう間違いなくご自分で分かるようになると思いますどうか頑張ってみてみくくださいいチャンネル登録グッドボタンよろししお願いします。